シュン大丈夫か。セイヤ体がまだしびれている。だがお互い命だけはなんとか無事のようだな。お前たち気がついたのならなぜ逃げぬのだ。セイントのよしみで命だけは助けてやったもの。何？お前たちの実力で冥王ハーデスを倒すことなどできるものか。命が惜しくば早々に立ち去れ。ふざけるな！いいか、今アテナはたった一人でハーデスの元へ向かっているんだぞ。それがどうした？もしもアテナが死ぬようなことになれば、もはや地上にハーデスを倒せる者はいない。大地は全て冥界の支配するところとなり、人々は生きながら地獄を強いられることになる。それを分かっているはずだ、オルフェ。何も地上が地獄に変わるとは限らん。むしろ汚れを拭い去ってユートピアに生まれ変わるかもしれんぞ。なんだって。冥王ハーデスはお前たちのようなブロンズが考え及ぶようなお方ではない。それに僕にはハーデスに恩義がある。され。恩義？よせよ、シュン。この男はもうセイントじゃない。ハーデスに魂を売ったんだ。こんな奴に構ってる暇はない。行こう。なんだこの光は。この冥界でこんな光があるのか。まるで日の光のような。それはオルフェのよく知る光だった。かつてオルフェは地上においてユリティスという女性と深く愛し合っていた。しかし残酷な運命が二人を引き裂く。ユリティスが一匹の毒蛇に足を噛まれ命を落としてしまったのだ。オルフェは冥界へ行くことを決意する。たとえ自分の身を滅ぼされても恋人の魂を再び地上に返してくれるよう冥王に願い出るため。そしてオルフェの切々と奏でる悲しくも美しい琴の旋律に指し物冥王ハーデスも心を動かし、たった一つの条件と引き換えにオルフェの願いを聞き届けることにした。地上へ出るまでただの一度も後ろを振り返ってはならない。もし一度でも振り返ればオルフェの願いはもう二度と叶わないのだ。目的を果たしたオルフェはユリティスの手を引き地上を目指す。険しい旅の果て、二人の前に一筋の光が差し込む。しかしそれは第二プリズンを守る天獣星スフィンクスのスペクターファラオが作り出したまやかしであった。ついに地上への出口にたどり着いたと思い込んだオルフェは喜びのあまり後ろを行くユリティスを振り返ってしまう。
その時ヒョルフェが見たものは、体が石と化し二度と地上に戻ることのできなくなった愛する人の姿だった。そして今、忌々しい記憶をよみがえらせたオルフェは、光の中から現れたファラオこそ全ての元凶だと理解した。アテナのクロス、そしてオルフェに奪われたハーデスの恩寵をかけて、魔鎮の使い手ファラオが戦いを挑む。その重苦しい旋律はオルフェを苦しめた。断ち切られた G 線を歯でつないだオルフェの攻撃的音階の前にはなすすべもなかった。戦いを終えたオルフェはユリティスに別れを告げる。アテナのセイントとしてハーデスを討つために。パンドラ様、オルフェ参上いたしました。おお、オルフェ、待ちかねたぞ。今日はお前のことをハーデス様にお聞かせする日であったからの。はい、ハーデス様は、間もなくお見えになるであろう。そこに控えていよ。は、お前のことがなればハーデス様もお出ましになろう。はい。パンドラ様、いかがなされました？ラダマンティス、我ら三名を再びお召しになるとは。何か急変でも？何？アイアゴス、ミーノス、冥界三巨頭。他でもない。たまにはオルフェのことをお前たちにも聞かせてやろうと思うて。まずい。今日に限って三巨頭が連席するとは。お待ちください。このような事態の時にこととは一体？黙れ、ラダマンティス。ハーデス様はまだ何もご存じないのだぞ。いらぬことをお気づかせてご心労をおかけ申すも恐れ多いこと。一切何事もなきかのように振る舞うのだ。わずかのひととき黙ってことの音を聞くがよい。わかったの？セレナーデ。今彼らの精神はデストリップ・セレナーデによって眠りについた。いや、異次元へ遊避しているというべきか。たとえ10日後に目覚めたとしても、ただ曲の続きを間断なく聴いていたとしか思えぬだろう。まさにチャンスは今この一瞬。ハーデス、覚悟！悪いが、俺はことを聞くような風流な耳は持ち合わせておらんのだ。それにお前のような男が心からセイントを捨てるわけがない。いつか尻尾を出すと思っていたぞ。
オルフェ最後の調べよ。悪いが俺は琴を聞くような風流な耳を持ち合わせておらんのだ。レディーファン。全てのものが凍りつくデストリオだ、セーダーで。死へと誘う夜の旋律。この戦いは子守唄。眠れ。